せしました、キャミダン。福間魂の大盛りです。お待たせしました、キャミゼ乗せ魂。一番人気はこちらの極み魂油そばですね、はい、当店オリジナルの麺 でチャーシューもしっかり入っている一番人気のタイプです。こちらあの極みの全のせ魂っていうので、まあ、ベースは極みなんですけれども、要はここにトッピングがあるんですけれども、ここのトッピングが全部乗っかったものが、全のせ。そうですね、こちらの継承の魂っていうのは、前もここが別の油そば屋さんなんですけど、そこがすごく人気店で、そのもので本当にシンプルで食べやすい、で卵麺でちょっと細い麺を使った油そばで、まあ、ザ油そばっていう形のものですね、うん、
たせしました、極み魂。福間魂の大盛りでございます。もし味が薄ければこちらのおいだれをしてください。もっと濃いのがいい。おいしい。結構形状はあっさりして食べやすかった。なんかもっとこってりかと思ったら、はい、なんかつるっと、そうです。おいしい。こちらはそれでございます。こすると、こちらが違う油そばの方の方になります。あ、なるほど、こちらがラー油、こちらブラックペッパー、魚粉、マヨネーズ、ニンニクと一味になる。結構もう皆さん基本的には味変っていうか入れられる感じなんですか？そうですね、もうマヨネーズとかも圧倒的人気で結構みんなが追加。なるほど、すごい。そうですね、まずあの着丼したらですね、20秒以内に写真を撮っていただきます。これはあの単純に SNS にあの投稿していただきたいからっていうだけでなんですけど、まあ、投稿してくれると嬉しいんで写真撮ってみてください。で、そこにですねタレが入ってるのでまずよくかき混ぜていただいて、で、ここからこう普通に食べていただくと。で、卓上にいっぱい調味料があるので、そうですね、一人で食べてもらって調味料を後で入れながら自分好みの味に仕上げていただく。これがもう油そばの醍醐味なので。なるほど、はい。で、最後締めにですねスープのサービスがございますので、まあ、残ったタレとスープを混ぜて飲んでいただくもよし、別皿でご用意することもできますし、麺を残してスープ入れてもらうとちょっとラーメン風になったりだとか、あるいはまあ食前に飲まれる方もいるので食前スープとして使っていただくこともできます。結構がっつり食べたい方はこちら頼まれる方が多いですかね。じゃあ今日せっかくなんで、はい、あのちょっと贅沢な感じでこちらを全の手でかしこまりました。
たせしました。ケミゼンの瀬田橋でございます。できるのか優しい味。がっつりきますね。それは結構、うん、男性向けというか、最高ですよ。ハマるやん。ハマります。ご飯がライスがあるんで、単品ライス入れて、スープに入れて、締めの茶漬けとして、すごい。これできたりするんですか？あ、できますよ。あ、今の状態で器にライスを入れさせていただいて、すごい、いいね。もう食べれんけど、お腹いっぱいやけど、じゃあ、次回来た時にそれするか。ぜひ、今度こそ。これはまだ特製の、これ用のためのスープ。もう、いや、もう普通にお茶漬け用じゃなくても、これが基本、もう皆さんお出しするスープ。あー、はい。で、あー、なるほど。じゃあもう、お箸がちょっと、いいいいいい、あ、ど、あ、あ、すいません。でまず食べてもらいながら、ここに魚粉が、あー、なるほど、あるので、これで味を調節しながらですね、食べていただいて、締めですね、昼から。うん、あ、なんか、これでも味変したら楽しそうですね。そうですね。うん、はい。あのお店来ていただいた時に動画見てきましたよって言っていただけたら、今日紹介していただいたあの全のせの方を1000円で。はい、で、あと軽症の方ですね、を500円で提供させていただきますので、ぜひご来店ください。ワンコイン500円、大丈夫なんですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫、そうです。はい、なんで、ぜひ食べて、いろいろ味変していただいて、自分好みの味を作ってみてください。よろしくお願いします。じゃあ、スピーチューブ見たで、そうですね、スピーチューブ見たで言っていただければ大丈夫です。ありがとうございます。はい、基本的にはもう休みはなしでやっております。で、昼がですね、11時から15時まで、はい、ラストオーダーございます。15時までに入っていただければ大丈夫です。で、夜の方が、17時から21時までとなっておりますので、こちらもラストオーダーないように21時までに入っていただければ大丈夫なので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。 OK です。